平行性。平行性とは、計算機科学において、時間的にオーバーラップして実行される計算を伴うシステムの属性であり、そのような計算ではリソースを共有することがある。平行計算は、同一チップ上の複数のコア、単一プロセッサ上のプリエンプションを伴う、マルチスレッド、物理的に分離した複数プロセッサ上などで行われる。 平行計算のための数学的モデルとして、ペットリネット、プロセス計算、並列ランダムアクセス機械モデル、アクターモデルなどが開発された。平行システムにおける計算は実行中に互いにやり取りできるため、考えられる実行経路は極めて多くなり、結果としてシステム全体がとなる。共有リソースの並行使用が不確定性の源となる可能性もあり、 デッドロッケやリソーススタベーションといった問題を引き起こす。平行システムの設計では応答時間を最小化し、スループットを最大化するため、データ交換、メモリ割り当て、実行スケジューリングなどに関わる技術の信頼性を追求する。平行性理論は、1960年代にカール・アダム・ペトリが独創的なペトリネットの研究を行って以来、 理論計算機科学の主要な研究領域となっている。以来、平行システムを理解するための様々な理論モデル、論理、ツールが開発されてきた。モデル開発と平行システムの理解のための形式手法には様々なものが開発されてきた。以下に主なものを列挙する。これら平行性モデルの一部は、第一に推論と使用技術を目的としている。一方、 他のモデルは開発サイクル全体、並行システムの設計、実装、証明、テスト、シミュレーションをサポートすることを目的としている。並行性モデルが乱立したことから、一部の研究者は、それら理論モデル群を統合する方法を模索することを考えた。例えば、D とサンジョバンにビンセンテリーは、各種並行性モデルの表示的理論を定めする。 共通フレームワークを提供すべくタグとシグナル、モデルを提唱した。一方、ニールセン、サソネ、ウィンスケルは、隠しモデルを統合理解するのに見論が有効であるとした。アクターモデルにおけるカンクランシーリプレゼンテーション、T-LAM は、外部からの通信を受け付けないという意味で閉じている、並行システムを汎用的に表現する方法を提供している。 プロセス計算などの他の平行性システムは、二小コミットプロトコルを使って、アクターモデルで、モデル化できる。平システム S は、その初期挙動に対して、挙動禁止関数プログレッションを適用することでより、良い禁止を構築でき、S の数学的記述、意味は次のようになる。このようにすると、S は、すべての取り得る挙動で、数学的に特徴づけられることができる。 様々な自走論理が平行システムの理解を助けるために使われる。特に線形自走論理や計算目論理は平行システムの各時点の状態を確認するのに使用可能である。アクションコンプやテシャネルツリーロジックやヘネシー、ミラーロジック、レスリーランポートのなどはアクション、状態変化の並びを確認することができる。これら論理の主な利用法は 並行システムの使用を記述することである。並行プログラミングは並行システムを実装するのに使われるプログラミング言語とアルゴリズムから構成される。一般に並行プログラミングは並列プログラミングよりも範囲が広いとされ、様々な形態の通信及び相互作用に関係する。一方、一般の並列システムはあらかじめ決められた、整った、 構成の通信パターンを備えている。並行プログラミングの基本目標には、正当性、性能、堅牢性が含まれる。オペレーティングシステムやデータベース管理システムのような、並行システムは、障害からの自動復旧など反永久的に動作することが求められ、不意な停止をしないことが期待されている、平行性制御参照。一部の並行システムは、 透過的平行性を持つよう実装されている。その場合、平行動作する計算主体群は共有リソースを使用するものの、プログラマからはその実装は隠されている。平行システムは共有リソースを使うため、共有リソースへのアクセスを制御するための一種の調停を行うもの、通常、ハードウェアを実装する必要がある。調停者を使用することでが生じる恐れがあり、 正当性と性能が求められる実装では重要な意味を持つ。例えば調停によってが導入されると、モデル検査において、モデルが無限個の状態を持つことなり、問題が生じる。平行プログラミングモデルによっては、コプロセスやコルーチンも含んでいる。そういったモデルでは、スレッドが自発的にタイムスライスをシステム、または他のプロセスに対して譲る。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。